どうもミスター VR です。 VR でフルボディトラッキングをしてみたいと思ったことはありませんか？特に VR チャットで自分自身の体の動きをアバターに反映させてリアルな身体表現をしたりダンスを踊ってみたいと思う人は多いはずです。しかしこれまでフルトラをするにはバイブトラッカーやベースステーションなどの高価な機材が必要で設定も複雑なために多くの人にとっては大きな障壁となっていました。自分もこのようにバイブトラッカーを3つ購入してフルトラを試したことがあるんですが、面倒なセットアップが手間で今では使わなくなってしまいました。ですがそんな悩みを一気に解決できる朗報があります。なんとクエスト3単体でフルトラができる時代がやってきました。もうトラッカーやベースステーションは不要です。クエスト3とバーチャルデスクトップさえあれば簡単にフルトラを満喫できます。ちなみにクエスト2やクエストプロでも精度は劣るんですが一応使えますのでチェックしてみてください。実際自分もこうして試してみているんですがセットアップはかなり簡単でトラッキングの精度も高くて驚きました。今回はそんな革命的な機能の解説とフルトラのやり方を自分のこのイケメンの相棒とご説明します。クエスト3にフルトラの機能があったのかと思うかもしれませんが実はありました。これは去年の12月にリリースされたインサイドアウトボディトラッキングとジェネレーティブレックスという機能です。インサイドアウトボディトラッキングはクエスト3の下の部分にあるサイドカメラで手首、肘、肩、胴体の上半身をトラッキングします。ジェネレーティブレックスは AI を使って下半身の動きを推定します。これによってしゃがみや歩く動作が検出可能になります。ただ足を上げるような動作は今のところできません。2022年のメタコネクトでザッカーバーグが披露したフルボディトラッキングがありますがここまでの実現にはまだ至ってないようです。ただ上半身だけでもすでに高い精度で実現されていることを考えるとそのうち下半身も同じ精度でトラッキングできるようになるかもしれません。クエスト3ではインサイドアウトボディトラッキングとジェネレーティブレックスの2つを組み合わせることで精度の高いフルトラを実現しているんですがクエスト2やクエストプロの場合はジェネレーティブレックスのみのために精度が劣ります。そして今回バーチャルデスクトップのアップデートによってこのインサイドアウトボディトラッキングとジェネレーティブレックスの機能がバーチャルデスクトップ上で利用可能になりました。つまりクエスト3でバーチャルデスクトップを使って VR チャットをプレイすれば追加の機材やツールは一切必要なく簡単にフルトラが楽しめるようになります。バーチャルデスクトップのリリースノートにはこのように書いてあります。クエストのインサイドアウトフルボディトラッキングを通じて Steam VR バイブトラッカーのエミュレーションを追加するオプションを追加しました。これは先ほど紹介した機能で擬似的にバイブトラッカーを動作させます。Steam のホーム画面を開くとこのような形でトラッカーが表示されるのがわかります。さらに同時にクエストでバイブインデックスコントローラーをエミュレートするオプションを追加しました。これによりそれをサポートするオープン VR ゲームで指のトラッキングが可能になりますという内容も含まれています。 VR チャットでハンドトラッキングを使えば指の細かい動きまで再現できるようになりました。実際やってみましょう。実際このように、指1本ずつこう動くわけですね。これはインデックスコントローラーが多分今まで必要だった動きになってます。かなりリアルです。これはこれでなかなか面白い機能です。これは VR チャットだけでなくてバイブトラッカーでフルトラできるゲームであれば利用可能です。例えば VTuber がビートセーバーをプレイしているような動画が YouTube にありますがそれも追加のトラッカーなしでできるようになります。またこの機能でトラッキングする箇所を構成するツールも用意されています。例えば上半身のトラッキングはクエストのインサイドアウトボディトラッキングを利用して下半身のトラッキングが不十分な場合は下半身だけバイブトラッカーを使うといったことができます。基本的にバイブトラッカーは腰と両足の3つを使うんですがこの方法だったら両足の2つだけで済みます。このツールの使い方は若干ややこしそうなんですが GitHub にそのツールが公開されていますので興味のある方は見てみてください。この機能を利用することでどのようなメリットがあるでしょうか。まずフルトラをするためのコストが大幅に削減できます。従来はフルトラをしようとすると
ベースステーションとバイブトラッカー3つで最低10万以上必要でした。これが大きなハードルでフルトラを断念していた人も多いと思うんですが、バーチャルデスクトップを購入するだけでフルトラができるようになります。精度を高めるためにはクエスト3が必要にはなってきますが、それでもかなり敷居は下がりました。またバイブトラッカーを体に装着する手間と不快感からも解放されます。毎回 VR をするたびにトラッカーを装着して VR チャットをするのに体にトラッカーをつけている煩わしさはなかなか慣れないと思います。クエストでバイブトラッカーを利用してフルトラをしようとすると、別途スペースキャリブレーターなどの外部ツールを導入したりセットアップが大変だったりするんですが、それが必要なくなるのも大きいです。肘をトラッキングしようとするとさらに多くのバイブトラッカーが必要でしたが、それが不要になるのもいいです。そしてこのバーチャルデスクトップでエミュレートしているバイブトラッカーの数が、両手首、両肘、そして胸、腰、両膝、両足のこの11点、そして頭と両手コントローラー、この13点をエミュレートしているようです。フルトラをする上でトラッカーの個数を増やせば増やすほどアバターの動きの精度が上がるんですが、おそらくバイブトラッカーを使ったトラッキングでは現実的に手首を除いた11点トラッキングがほぼ最大と言えるはずです。実際のところ11点を完璧な精度でトラッキングできるわけではないので、バイブトラッカーを使った方が現状精度は高いんですが、今後このシステムの精度が上がればバイブトラッカーでは実現できなかったレベルのトラッキングが可能になるかもしれません。実は以前からトラッカーなしでフルトラが実現できるスタンダブルフルボディエスティネーションというツールがあったんですが、クエスト3の場合はこれを使うよりも今回の方が精度が高かったです。これまでフルトラをしようとするとかなり大変だったので、それを乗り越えたまでフルトラをしたいと思う人はそこまで多くはなかったと思います。しかしここまで手軽にできるとフルトラの楽しさを存分に味わうことができます。自分の動きに合わせてアバターが動くのは本当に新たな感覚で楽しいです。いろんな動きをして他人とコミュニケーションしてみたくなります。一方で実用度が高いのはクエスト3のみになってしまうというのは、他の機種を愛用している方にとってはハードルになります。まだ足のトラッキングが低いというのも課題です。とは言っても上半身のトラッキング精度は高いので、これを体験してしまうと下半身のトラッキングが欲しくなってフルトラの沼に足を踏み入れるきっかけになる可能性があるので十分注意が必要です。クエスト3でのフルトラの方法を解説します。まずクエスト3でバーチャルデスクトップを起動してバージョン 1.30.4 以上を確認してください。そしてメニューのストリーミングからフォワードトラッキングデータトゥ PC をオンにします。すぐ下のエミュレートスチーム VR バイブトラッカーズをオンにします。そして次に PC 側のスチーム VR の設定からバーチャルデスクトップストリーマーのアドオンを許可します。たまに勝手に無効になっているのでここは確認しておいてください。そして VR チャット上のメニューを開いてキャリブレート FBT これを押します。まあ、立った状態で押すとこのように自分の体と、生身の体のトラッキングこちらが出ます。なので手を広げてアバターに合わせます。そして両手のトリガーを引くとこれで完了です。これだけで、フルトラ完了してると思います。もしアバターの動きが少しおかしいなと思ったら、メニューを開いてここの設定の大きい設定のとこからユーザーリアルハイ、ここを見てここのボタンを押します。今は押してしまうと自分の身長バレてしまうので押さないですけど、押すとですね自分のアバターと身長が合うのでうまくいくと思います。それではね、実際ちょっといろいろ動きをしてみたいんですけど、なかった場合の動きとあった場合の動き、それぞれちょっと見比べてみたいと思います。まずは腕を動かす動作です。フルトラがないと胸の部分が動かないのがわかると思います。体を横に曲げる動作ではフルトラがなければ足は実際に動かしていないのに体を曲げた方向につられて動いてしまいます。
頭だけで左右を向いています。これも足がつられて動いてしまいます。足は頭の動きで認識しているようですね。腕を組む動作です。フルトラの方はかなりいい感じに表現できていると思います。一方でフルトラがない方は何をしているのかよくわかりませんね。体全体を動かす動作は特に差が出るようです。肘でつく動作です。肘の部分がフルトラの場合上の方に向いているのがうまく表現できています。パンチしている動作です。フルトラの方は本当にパンチをしているように見えると思います。まあパンチはド素人なんですけど、まあ、腰の沈み具合とかね、うまく表現されていますね。下半身もなしの方はその場でとどまってパンチしているのに動いてしまっています。これはかなり差が出てきますね。でイケメンの振り向く動作です。フルトラの方が圧倒的にイケメンですね。これであなたもメタ銃です。リア銃のメタバース版ですね。お辞儀の動作、これもフルトラの方が様になっています。ナッシの方はちょっと膝が曲がっているのが不格好な感じしますね。体を前後に曲げる動作です。上半身はそこまで差はないんですが、下半身がなしの方はしゃがむ動作として認識されていますね。体を回す動作です。これもやはりなしの方は下半身の動きが頭の動きにつられて動いています。ただフルトラの方も自分の足の開き具合まで再現されていません。ジャンプしています。これはあまり差がないようですね。膝を曲げてジャンプしていますが、膝の曲がり具合まで認識されることはありませんでした。スクワットではこれぐらいの足の開き具合なら認識されるようです。 VR チャットで一緒に鍛えようとかなったらごまかせませんね。これその場で足踏みしているんですが、膝の上がり具合は認識されませんでした。その他の普通の動作もやってみようと思って、トイレの動作やってみました。フルトラの方はもう明らかにこれトイレしてますね。拭いてますねこれ。まあ、トイレットペーパー巻いてるのはなしでもわかるんですけど、まあ、いろいろ VR チャットの楽しみ方広がりそうですね。横になる動作もやってみました。フルトラなしだと寝転ぶ動作はダメですね。フルトラでは完璧ではないものの、ある程度再現はできました。腹筋もかなりリアルですね。これでお砂糖同士で V3 がはかどるんじゃないでしょうか。ということでね、かなりフルトラがあるのとないのとでは大きな違いがあることがわかると思います。ここまで手軽にできる上にここまでの違いが起こるというのはね、かなり革命的なんじゃないかなと思います。もう手軽にできますので、ぜひやってみてください。ということで今回の動画はこれで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。